指を指す順番というものを決めたいと思います。はい、はいはい、なのでまずはじゃんけんで、はい、行きましょう。過言なくよろしくお願いしますね。はい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこいしょ、あいこいしょ、お最初はグーじゃんけんぽい、わ最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょい、あ、勝った人から行くの？勝った人で行く、から行こう、から行こう、そうしよう、そうしよう、指さしたらいいんですか？そうですね、はい、うん、はい、私はずっとこの1回目の昼間喋、うん、ってらっしゃった人が、なるほど、なんだかこう自分をバリアしてるんじゃないかなと思ったんですよね、うん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 、なるほど、うん、私が人狼だと思うのは、うん、えっちゃん、俺だと思うよ、なるほど、いやでもね、一理あるような気もするね、そっか、はい、なるほどね、うわー、うわこれすごいぞ、すごい、いやだってオオカミだったらもう収録終わりだからそうだよね、まさかそうだよね、うん、いやじゃあこう回りでいこうか、はい、そうですね、うんうん、じゃあ次はヒッピー君、僕はっすね、中島さんですね。ああ、その心は、その心は特に疑ってないんですけど、うん、特に疑ってないんですけど、うん、ちょっと近藤さんが困惑しますか？いや、特に疑ってないんですけど、うん、なんか聞かれるの？聞かれないですまだ分かんなかったんですよ、分かんないから、あ、一番分かりやすい、はい、よく喋る、黒部さんはいつも通り喋らないのであ、今多分守られてるのでちょっとまだ分かんないし、あの近藤さん、そうっすね、まあぶっちゃけその次怪しいなと思ってます。はあ、はい、はい、でもあえてこうチラシじゃないですけど中島さんちょっとさせてきます。わかりました、はいはいはい、よし、じゃあ井上さんどうぞ。私、はい、私刺してる、もう1ってやってるから、こんなのみんなにもう意味わからないから、はい、そうね、説明必要ですね。指を刺された方は、はい、指を1本、うん、はい、常に上げておいてください。今1票ずつ入ってます。そうです、はい、1票ずつ入っているので、はい、では続いて私ですね、はい、私は黒部さん。うわっそどうして？いや、なんかあんまり喋らなかったし、最後に、まあ、一言おっしゃったんですけど、なんかその時に僕は殺されるべきではないと思ってますみたいな、なんか狼とも市民とも取れるような、なんかなんだろうな、なんかかっこよかったんですよなんかズバッと言って、なんかそれっぽく聞こえたんです。うん、だからそこがなんか怪しいなと思って、うん、かっこよかったら人狼が怖いですねちょっとこれは怖いですね。なんか生々しい方がたどたどしかったりする方が人かなとか、あまりちゃんと考えすぎてて狼を隠すがためにすっきり言いすぎたみたいな。なんか今日キリッとしてる感あるっすね。でしょ、違うよねそう言われたら、言われたら、まあ、ひげ剃ってきたっていうか騙されてる私はい、そして中島さんが、はい、あのね、ちょっとおかまみたいな感じあのね、ちょっとこれ気持ちを先言わせてもらいたいんだけど、はい、俺多分井上さん、えっちゃんは俺選ぶと思ったのよ。それ自分が排除されたくないから、それそうじゃん、はあ、だからちょっとでも、うん、そのなんていうの、ああ、そりゃそうでしょうね。で最後俺が当然選び返して、うん、黒部さんの決選投票になるかなと思ったんだけど、うん、わざわざ黒部さんを選んだ瞬間に、うん、ほら市民やなと。そうそうなのよ。ああよくわかってる。普通俺来るよね、生き残りたかったら。つうことはもう一市民やなと思って、だったら黒部さんかなと。え、立ててください、すいません、はい。これでもし決戦投票になったらどっちか選ばれて、うん、そしたらその時また改めて、うん、うん、しっかり、うん、ちょっとね、その何のメリットもないから、うん、狼じゃないなと思いました。狼では絶対ないなと思った。それが理由です。はい、じゃあ、はい、僕はどちらかに役職がついてると思ってたんで、うん、どちらかは
魔王神かもしれないですけど、何かがあると思ったんですよね。で、そしたらそれを残すとして考えた場合、どちらかだと思ってたんですけど、僕はまあ市民なんで、その市民を選ぶってことは僕は井上さんに戻します。うわー、来ました決選投票。市民の自信があるんで、そう来るということは一旦はっきりと分からないんですけど、本当は中島さんだったんですけど、うわー来たなんで井上さんに戻します。出ました決選投票っすね。さあ、じゃあこれどうします、決選投票。そうですね、決選投票になりますね。はい、じゃあもう指よろしいよ。はい。さあ、それじゃあ、はい、黒部さんかえっちゃんだと、はい、いうことになって、はい、ここで残った3人はもうほんと全力で考えないと、はい、あ、この中に狼がいないことを祈ってて、うん、ね、これもうほんとになるほど。え、この狼がいたら今度はちょっと強敵っぽいっていうのが殺されちゃうから市民だよね。市民すごい、超市民。もう全然、はい、すごい分からん、どっち選んでいいかマジで分かんない。だから俺は、俺が選んだらそれなのよ。だってそれ、だって中島さんを選べばそうよね。そうそう、生き残れるの、やっぱ決選投票にまではもつれ込めるので、で最終的に黒部さんがどっちか選んだら、うん、もう生き延びる確率が一気に増えるのに、なのに黒部さんは私を刺したっていうことは、はい、市民だって分かっていながら刺したっていうことは、はい、狼市民だと僕はそう思ってるんですけど、あの、本場のこと言うと元が分からんじゃないですか。だから狼がこっちにもおるかもしれないと思ってるんですよ。だから役職、何かがある二人だと思ってるんで、市民かもしれないとも思ってるんですよ。そうか、じゃあ、ダメージから考えたら市民が一人減る方がいい。最悪僕はほんまに市民なので選んでもらっても OK なんです。はぁ、言った通り。でもそれって結局あれですよね、人狼だとしてもってことですもんね。残れますもんね。どういうことですか。ええ、その 2 ごめん、じゃあいいよ、いいよ。なんで残れますよね。てこ、死んじゃうの。あ、死んじゃいますね。ちょっと血を残すためにっていうのを、あの中島さんに一番初めの話で、うんうんうん、思ったんです。なので、はい、待て待て、そういう選択肢です。そう、いうことよ、うん、待て待て、あなたが狼ならバカな狼だし、うん、あなたが市民ならバカな市民だよ。気にしろ。随分それは排除されますよ。ただ、はい、自分が市民だから僕が出ていきますって言うんだったら別な人を選んで決選投票にはもつれ込まさない。あ、正直言うとね。ということは彼女も怪しいとは踏んでるんだと思う。もし倒せるんだったら倒したいという思いがあるんだと思う、はい、自分は市民なんでそれ以外ではあると思う。なるほど。そこまで自己犠牲の精神は出してないってことね。だからそれを踏まえて、いやすごい、ちょっとついてきれてないっすわ、ほんと。はい、ハイテクすぎます。ハイテクじゃない、ローテクじゃない。話し合いだよ。なんだよハイテクって。カードゲームでハイテクってあった。超ローテク。なるほどですね。でもまあそういうことですよ。なるほどですね。え、近藤さん結構喋ってないけど、そう、私もなんかすっごいそれ気になってた。だって言葉数少ない。そうそう、この会話の中で我々市民はどうしても次の戦いに向けて頑張っていかないといけないんで、なんとなくあの説得しようとしてる感じがあったので、うん、さっき私、うん、よく喋るから、刺、うん、しましたけど、うん、今ちょっと黒部さん、あとなんかチラチラ目が合った時の表情が、まあ、さっきかっこいいからっていう話がありましたけど、若干わかる感じ。あ、そうなの。かっこ悪いっていうのがどっちでした。この距離だとかっこいいですよ。失礼だろうと思ったの。あ、ちょっとかっこいい。なんか済ましてるっていうか、なんか目と人狼になってなんかやってるみたいな感じがしました。そうですね。あー、そうなんですか。みんなかっこいい目してますよ。えぇ、ー、てやるぞみたいな。いや、そりゃそうだ、はい、ヒッピーはどう、ヒッピー的には。僕っすか、うん、いや、今ので近藤さんが逆に怪しいって思った。ほう、だって今ので完全にこう、視聴率というか視聴率視聴率
指差し率が指差し率があの黒部さんにポンって向いたっすよね。え、待って待って、民放と NHK で戦ってるわけじゃないなんで視聴率が増えた。指差し率、指差し率、民放4つと NHK1 つみたいな、追放率が高まったなっていう雰囲気をちょっと空気感変えたなって。だから次ので変わんないですか、次狙うのは次かもね、って思っちゃったね。いや、私市民ですけど、うん、まずはじめに人狼まずはじめにというか人狼をあのそういう手始めに人狼を当てるゲームだから頼むわ近藤さん初めてだろうけどそうなのよ、人狼まず手始めに人狼をじゃなくて、うん、人狼を当てたら終わるから。今朝決まったんですか。そう今朝決まって急遽呼ばれてね、はい、でも広島 FM を背負ってるからね、うん、やっぱりリスナーの心を掴むとか、うん、そういう意味でも、はい、ちょっと頑張っていやでも掴んだっすよね今の感じで。いや本当に説得力はある、はーって思って。あとやっぱり俺はねもうどうしても、うん、自分が危険になってまで行くっていうのがもう自己犠牲だなぁと思った。だから一市民なんだなというのを思ったの。これもう今僕市民って言って排除されてもいってるじゃないですか。僕ももしかしたら井上さんも市民かもしれんって思ってるんで、この今のターンで見とってほしいです。あいや本当本当そうですそうです僕も私もちょっとまあどっちか刺されるかもしれないんで言っときますけど、なんか近藤さん私市民なんですけどって頭に必ずうんうんつけられるんで。だって市民だよ、ほらなんか怖いでしょ。でいや本当になんかそれってあえて言うっていうのは狼の証拠かなとも思ったり。うわじゃあちょっと待って、今この決戦投票があって、そうじゃああまりそうだよ、今人狼ゲームやってるからね、はい、指差しゲームも何もやってないよ、はい、視聴率も誰も稼ごうとしてない、そうですね。じゃあ行きますよ。じゃあ選んでください。せーの、あれおひと言じゃあコメントを、うん、市民なんですけどさっきの言葉を見ながら僕はここで楽しみますえこれで人狼だったら終わるから最後までわけのわかんないこと言わないそうですね、そうですわかりました。はい。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。では、4人になりましたね。はい。では、最初の夜が始まります。よろしいですか？ということは、いたら黒部さんは？え？最初の夜が始まります。黒部さんがどうかはまだわかんないですよ。あ、そうです。でもまあ、はいはいはい。これで終わればね、もう本当に。わからないですからね、はい、で占い師がさ、もし黒部さんが占い師だったとしてもあの占い師のターンというものは存在します。いいですか。なので占い師の方指を指してくださいっていうターンはあります。あるんだ。はあ、そうかそうか、そうです、そうだよね。あの そしたら占い師の方が指だったんだっていうのが分かっちゃうから。はい、わかりました。はい、必ずやる。必ずやります、はい、もしこれ騎士の場合がいたとしてもこれも必ずやります。はあ、そうか、はい、たとえ死んだとしてもやります。わ、はいはい、かりました。よろしいでしょう。で、占い師の人は指を指して、うん、でどなたが、知りたいかっていう、ね、知りたいかっていうのを僕に言ってください、うん、いいですか。ちょっとすいません、あの今皆さんいろいろね手組まれてますけど近藤さんのそのなんか神通力みたいな、何ですか。見たことない天道表者占い師や、占い師これ占い師感マックスじゃないですか占い師感だね。何これこれどうなる。さっきね、さっきそうだったんですよ人間的な感じだったんですよ。いや、ちょっとこうだってこうだってするんだ。あ、なるほどなるほど。こうですよ、こうですよ。なんでそれまあいいや、はい、ちょっとそのあたり、じゃあこうか、まあまあそうですね、これ、はい、これ行きましょう。人間でいこうか。はいはいはいそれじゃあ、ね、はい、目を閉じてください。はい、はい、OK です。顔を上げてください。
で、あれ誰もし…いや、まだ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 、そう、そんな機能ないな番組やそう、ごめんなさい、ガラガラテレビ見すぎよすいません絶対動かんだろ、これシューって引くやつですね2人同時に引けるんですか、選手は大丈夫ですかね、はい、はい、大丈夫です。では、はい、発表したいと思います、はい、最初の死亡者、あ、待って、ということは人狼はいるわけですね。いますね。なるほど、人狼はいますよ。まだこの中にいます。どなたか。最初の死亡者、中島さんです。いやー、皆さん頑張ってくださいよ、市民の皆さん頑張って。じゃあ失礼いたします。じゃあ一言いただいてもよろしいでしょうか。狼はヒッピーですそんな気がします。これもうあくまで、もうね、あくまでそんな気がするだけですけどねそんな気がする。もうね、目つきがやらしい目つきがもう完全に獣の目ということで、もう僕は幽霊になっちゃいますけども、そうですね、ちょっと黙ってこの戦いを後ろの方で見させてもらいます。はい、はい、OK です、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、はぁ、うわ